チャレンジライブやってね。まだやってない人とか、今日どうだっけみたいな不安な人、とりあえずプロセカ今すぐ開いてください。お願いします。こんにちは、さくです。本日はですね、チャレンジライブやっていくんですけど、ちょっと見てほしいのがあって、このエナナのとこ見てほしいんだけど、ステージ43なの俺で。経験値今866ポイントなんで、あと少しで44にね、上がるから、ちょっとこの瞬間を動画に収めようかなと思って、はい、やっていきたいと思います。さあ、エナーなんで何の曲しようかな。効率曲みたいなやつしようかな。うっせぇわ。うっせぇわ効率曲ではないけど、ちょっと選ぶね。はい、皆さんが大好きな一人んぼエンビーでいきたいと思います もうね、周回している方ならね、もう聞きたくないっていう人もいると思うんだけど、今回こちらでやっていきたいと思います。まあ、リザルト画面までとりあえずカットかな。じゃあ、一人んぼエンビー終わったんでね、見ていきたいと思います。リザルト画面また表示されますね、前回と同じように もう俺の恥ずかしいリザルト画面がね。一人んぼ演技むずくない？で、ハイスコア、あー来ました。ハイスコアの達成ね、一人んぼ演技やったんでハイスコア更新されましたね。いや、ここでエナなんのあれが上がるかなんですよね。はい、オッケー押すよ。あれ待って、上がってないじゃん。ちょっと待って あれちょっと待って、違う、あれ上がってないぞ。あれ待って、こんな上がらなかったっけ。俺数字見てなかったんだけどさ、チャレンジライブの。あれマジか、ちょっと待って400なんだ。うわ、待って、やま、ちょっと規格外。それはマジで規格外。俺狙ったとかじゃないからね。待って、違う これじゃないんです。ねえ、なん上がってよ、そこは。2倍ボーナスとかちょうだい。いや、2倍ボーナスもらってもこれ上がんねえじゃん。